パセオは山梨県甲府市丸の内にかつて存在した県内大手スーパーマーケット荻野系列の商業施設である。1958年、同所に存在した映画館オリオンパレス跡地に荻野オリオン店として開業。当時は100坪程度の福祉専門店であり、また荻野本社を併設していた。その後増築を重ねていくが、近隣の岡島百貨店増床や山港百貨店改築に対抗するため1991年に改修工事を行い、ファッションビルパセオとしてリニューアルオープンした。なお、このリニューアルにより荻野本社が現在の荻野久川医療店2階に移転している。リニューアルオープン当初は島村楽器をはじめ70店を超えるブティックや装飾品店が入居していたが、直後に起きた平成不況と郊外に大型商業施設が相次いでオープンしたことなどにより売り上げが低迷、入居店舗の撤退が相次いだ。荻野側はアニメートなどを誘致したものの改善されることはなく、その後アニメートは山梨県民情報プラザの向かい側へ転出していった。低迷する中心街の活性化を図ろうと、所有者の荻野と甲府市商工会議所が中心となり2007年2月3日にパセオが入居する建物などを解体し、跡地に再開発ビルを建設することが正式発表された。これにより荻野オリオン店の開業から49年続いたパセオの歴史も終了となり、5ヶ月後の7月25日の営業を最後に閉店。最終日まで営業していたのは、島村楽器を含めて16店舗と全盛期の5分の1ほどであった。建物は同年冬に解体され、2010年10月22日より複合ビル、ココリとしてオープンしている。ありがとうございます。